メトロノームは1861年から1961年にかけて刊行されていたアメリカの音楽雑誌。この雑誌は最初期にはマーチングバンド、ついでダンスホールなどの伴奏バンドのミュージシャンたちを主な読者としていたが、スイング時代以降はもっぱらジャズ音楽ジャンルの愛好家たちに訴求する内容に焦点を当てるようになっていった。 同誌で活躍した特筆すべき書き手としては、共同編集人であった、レナード・フェザーとバリー・ウラノフが知られており、マイルス・デイビスは彼らについて、ニューヨークでたった二人だけのビバップを理解している、白人批評家だと述べている。この雑誌は、1961年に廃刊した。メトロノーム氏は、1939年から1961年までの、 毎年人気投票を実施してジャズの楽器ごとにその年の最高のミュージシャンが誰だったか読者の意見を集めていた。年によってはメトロノーム氏がオールスターズの楽団を編成してレコーディングを行うこともあり、1939年から1942年、1945年から1950年、1953年、1956年に それが実現した。そうした場合、オールスターのグループは2曲を録音することが多く、参加者のほとんど全員が短いソロを取ることが例となっていた。1940年、メトロノーム氏は、ハリー・ジェームス、ジャック・ティー・ガーデン、ベニー・カーター、ジェシー・ステーシー、チャーリー・クリスチャン、ジーン・クルーパーを含む9人編成のメトロノーム・オール、スター・ナインを組んだ、オースターズバンドには、 メトロノームオールスター9のほか、メトロノームオールスターズ、メトロノームオールスターズ1956、ザメトロノームオールスターズ、メトロノームオールスターズといった名称のバリエーションがあった。ウィキメディアコモンズには、メトロノームマガジンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。